はい、どうもこんばんは、ミスチラのおあきちです。今日もね、アルバム深掘りシリーズの続きをやりたいと思いますけども、今日やるのはこちら、はい、アンイミテーションブラッドオレンジということで、いやーなんかもうついにね、ここまで来たんだなっていうなんか、もど悲しい気持ちと言いますか。まあ言ってもこのシリーズも次のリフレクションと、あと重力と呼吸で一旦ね、終了しますんで、まあ結構そのエブリシングから一枚一枚、追って、深掘りしてきたんで、結構長い期間でやってきたんですよ、このシリーズね。なんで結構あと2回で終わりなんだっていうなんか、もど悲しい気持ちもあったり、あとまあ、あと2回で終わりだという達成感もありますね。うん、まあ言ってもまあこのね、このシリーズなんか誰も見てないと思うんですよ。うん。で、まあ、こんなね、このクソしょうもないゴミ動画、多分誰も見てないと思うんですけども、まあ、結構僕はその物事を中途半端に終わらせるのはあんま好きじゃないんで、そう、まあ、エブリシングから重力と呼吸までは、もう一枚一枚深掘りシリーズは絶対やり抜こうっていうね、誰も見てなくても、やり抜こうっていうのが強い気持ちがあったんで、ここまでやってこれましたね。いや、よくやったなってね、自分を褒めてやりたいんですけど、で、まあ、もしね、このシリーズ、エブリシングからもう追っかけてますっていう人、もしいらっしゃったらね、本当に感謝しかないですね。本当にありがたいです。うん。という感じで、まあ、誰も見てないと思うんですけど、まあ、追っかけてくれてる方がもしいらっしゃったら、あと2回でね、終わりなんで、まあ、最後までご覧ください。今日は、アンインテーションブラッドオレンジなんで、やります。はい。という感じで、まず、まず最初に、まあ、この、ブラッドオレンジの、まあ、思い出、こいつとの思い出をね、語っていくんですけども、まあ、2012年11月28日リリースじゃないですか。2012年といえば僕は高校1年生、高校入学した年なんですよ。うん。で、まあね、僕、もうこの時点ではもうミスチルマニアになったんですよね。もうミスチルの知らない曲ないし、もうライブ映像も全部見ましたし、うん。で、まあ、この年にファンクラブに入りましたね、僕。うん。という感じでもう完全にマニアになった。ま、なってた時点で聴いたアルバム。これの前回のセンスも、まあリアルタイムで聴いてたんですよね。うん、なんですけど、センスの時点では、僕はまだマニアじゃなかったし、知らない曲たくさんあったし、あとアルバムも全然知らないアルバムたくさんあったんで、そう、まだマニアじゃなかったんですけども、このアン・イミテーション・ブラッド・オレンジ以降は、もう知らない曲がない状態の、もうマニアになってた状態で、リアルタイムで聴いたアルバム、これが最初なんですよね。うん、という感じで、そういう意味でも結構思い出深いっちゃ思い出深い。うん、もうなんか、ミスチル飽きてる状態ぶっちゃけ言うと。もうだって知らない曲ないし、ライブ映像も全部見たし、みたいな。もう俺より詳しいやつ、高校にいないし、みたいな感じで、それもう完全にもうね、飽きてた状態だったんですよね。早く新しいアルバム出せよ、みたいな状態だったんですよね。まあ今もそうなんですけど、そう、そういう、なんかその、そういう状態が始まったのがこの、アンイミテーションブラッドオレンジなんですけど、という感じで。いや、まあそういう意味では思い出深いですけど、いやー、でもね、なんか結構まあこの、ブラッドオレンジ。まあ僕、この動画ね、この、ミスチラー TV よく見てくださってる方はもう知ってると思うんですけども、結構僕、このブラッドオレンジは、まあディスりがちというか、まあディスらせていただいてるんですけど、なんでディスってるのかというと、まあもう毎回言ってますけど、その、タイアップ曲が多すぎる。うん、11曲中、その8曲はもう事前に聞いたことがある曲だったりとか、もうね、シングルで、この年、同じ年に、確かね、この、祈り涙の軌道のシングル、これ3曲入ってるじゃないですか。3曲ともこのブラオレに入ってるじゃないですか。で、なんて言うんだろう。まあ、これも結構その思い出深いというか、その僕が高校に入学して、した春にリリースされた、シングルじゃないですか。結構この、祈り涙の軌道のこのシングルは割とね、なんか思い出深いんですけども、そんな感じで、まあ、関係ないんですけど、まあ、そんな感じで結構もう事前に聞いたことがある曲が、もうたくさん入ってる。もうほとんどタイアップ曲で、3曲しかオリジナルっていうかそのアルバム曲が入ってないじゃないですか。なんだ、過去の未来と、あと、イミテーションと、あと、数え歌じゃない、インマイタウンか。この3曲は、もうアルバム曲で、まあ、タイアップが唯一ない曲じゃないですか。他はもう全部、事前に聞いたことがあったんで、なんか、ベスト版をね、聞いてる感じが否めなかったというか、まあ、この年って2012年って、ミクロとマクロが出た20周年の年じゃないですか。で、ミクロ、マクロ、ブラオレで、なんか、その、なんか3枚のベスト版みたいな感じがね、今も当時もしましたね。なんか、アルバムとしての聞き応え、アルバムとしてのワクワク感がなかった気がするんですよ。うん。3曲しかなかったしね、という感じで、いやー、なんか、そういう意味では、まあ僕は結構ダサくって言ってるんですけど、まあ曲自体はね、そう、曲が、悪いとか言ってるわけじゃなくて、アルバムとしての総合で、なんか、
聞き応えがなかったっていう意味なんで、まあ、そこは誤解しないでほしいんですけど、という感じで、いや、まあ散々結構ディスってますけど、まあ、いつも通りね、ウィキペディアを読み上げたいと思います。はい。という感じで、ブラッドレンジ2012年12月、11月28日リリースと、はい。で、初回版と通常版の2形態なんですよね。そう、センスは1形態しか、通常版しか出ませんでしたけど、今回のこの次の、アルバムのこの、ブラッドオレンジは2形態、うん、初回版と通常版で、僕はあのこっちを買いましたよ。もちろん初回版をもう予約して、もうすぐさま CD ショップに買いに行ったんですけど、なんで僕通常版持ってるのかというと、まあこれは親父がね、そう、あのにわか野郎で有名な僕の親父が通常版買いましたね。まあにわか野郎はね、通常版を買います、はい、という感じで、はい、まあ僕買ってないんですけど、なんか親父が買ってて、なんで僕これ買ったのに買ったのってね、思うんですけど、今でも疑問なんですけど、なぜか家にね2枚ありますという感じで、まあ、そういうことどうでもいいんですけど、はい。で、まあ、このケースかな、このケースです、はい。このなんていうの、アクリルケースっていうかな、ほらこういう普通のもうオーソドックスな CD のケース、これが I Love You 以降なんですよね。うん、I Love You っていうか、ホームからセンスまではなんか紙のね、なんかパックみたいな、こんな感じの、この祈り涙の軌道みたいな感じの、ちょっと出すのめんどくせえなという感じで、なんかそのこういうプラケース、いわゆる CD ケースじゃないケースだったじゃないですか。アンイミテーションブラッドレンジで久しぶりにこのプラケースに戻ったっていう感じで、お、久しぶりだなと思って、思いましたね当時も、うん、という感じで、あとは言うことねえな、うん、そういう感じですね、うん、あ、そうなんですよね。これね、年間2012年のアルバムランキングで3位なんですよね。で、1位と2位はミクロとマクロっていう感じで、トップ3をミスチルが埋めるっていうね、まあ、すごい年ですね。ミスチルイヤーでしたね。はい、いや、すげえなと思いました、うん、という感じで、まあ他のことは読み上げることはないですかね。特に印象深いことは書いてないんで、ランキングいきます。はい、もう早く終わらせます、はい、喉がね、カラカラ、ちょっと喉が渇いたんで喉を、潤します。いや、これ結構僕はテイク結構重ねてるんで、はい、はい、という感じで、早速アン・イミテーション・ブラッド・レンジのランキングいきたいと思います。これです、はい、はい、という感じで、やっぱね、ピーシーズ好きですね。うん。で、このね、ランキング見てわかると思うんですけど、タイアップ曲が上位を占めてるんですよ。なぜかというと、僕あの、ブラッドオレンジは、アルバムとしての聴き応え、ワクワク感では、やっぱ他のアルバムの方がいいし、その、あんまりね、ワクワクしなかったんで、結構僕、この、ブラッドオレンジはディスってるんですけども、曲、収録されてる曲に関しては、僕クオリティ高いと思うんですよね。うん。ピーシーズ大好きだし、まあ言ってもこの祈り涙の軌道とか、まあそのシングル曲っていうか、そのタイアップがついてる曲は割と好きなんですよ、どれも。うん、まあ一番好きなのはピーシーズなんですけど、このピーシーズって確か僕らがいたっていう映画の、主題歌じゃないですか。で、祈り涙の軌道が前半に使われて、で後編でこのピーシーズ使われてて、で、なんか当時はね、祈り涙の軌道はめっちゃプッシュされてて、結構そのテレビ番組とかでも披露する場面が多かったけど、ピーシーズは全然テレビで公開されなかったんですよね。確か CM、 僕らがいたっていう映画の CM でも祈り涙の軌道は流れるのに、なんかピーシーズだけ全然流れなかったんですよね。僕ピーシーズが一番好きですね。うん。このシングルにも入ってるんですけど、そう、祈り涙の軌道とエンドオブザデーとピーシーズがこれに入ってるんですけど、僕これを聞いた時も、あ、ピーシーズめっちゃいいなと思って、うん、思いましたね。めちゃめちゃ好きですね、ピーシーズ。ライブも、僕あの、ブラッドオレンジツアー、アン・イミテーション・ブラッドオレンジツアーに初めて、ミスチルのライブとして初めて行ったライブなんですけど、うん、もちろん、ピーシーズ演奏しましたし、本当に感動しましたね。これはもう、1位に しなきゃしょうがないと言いますかね。うん、大好きです、ピーシーズ。ヒプノシスも好きですね。なんかその弦の感じ、ストリングスの感じもいいし、そう、いや結構そう、ブラッドオレンジの曲自体は僕めちゃめちゃ好きですよ、うん、実は、うん、アルバムとしてのなんか聞き応えがないだけで、うん、ヒプノシスも好きですね、うん、確かなんかドラマかなんかの主題歌やってたじゃないですか。なんか壮大なストリングスの感じが好きですね、うん、という感じ でヒプノシスって、まあ、催眠術っていう意味の英単語じゃないですか。僕ね、あんまりね、その勉強できなかったんで、勉強しなかったんですよ。勉強、もう高校に入って、もう遊んでやるっていう意味で、その大学とか行こうとは思ってたんですけど、大学受験の勉強をしようと思わなかったんで、まあ高校3年間ね、全く勉強せずに、
まあ、浪人を迎えたりとかしたんですけど、そんな感じで、まあ、その、勉強全然知らないんですよ。もう英語とかも英単語とかも全然知らないんですけど、このヒプノシスっていうね、単語が確かなんか、英語の授業のなんか教科書っていうか、なんか問題解くやつに出てきたんですよね。で、僕はあの、ミスチルマニアなんで、そのヒプノシス催眠術っていうことは知ってたんで、そう、あの、なんか授業中に、ヒプノシスってなんだってね、当てられて、あ、それは催眠術ですみたいな答えたんですよね。え、なんで、あいつ知ってんのみたいな。こんな難しい単語なんで知ってんのみたいな感じで、結構クラス中で、なんかその、あいつ頭いいなみたいなね、一瞬なったんですけど、はい、全然頭良くないんですけど、うん、たまたま知ってて、まあミスチルファンだったから、たまたま知ってたっていうね、だけで、まあ僕全然本当に頭良くなくて、という感じで、そう、ヒプノシスっていう、まあ、単語を、まあ、初めてね、あの、学んだのは、このミスチルの、曲だったっていう感じで、そういう意味もあって、感謝の気持ちもあって、2位にしました。っていうのは冗談で、まあ、純粋に好きだから、はい。2位ですね。エンド・オブ・ザ・デイも好きですね。うん。まあ、このシングルで聴いた時も結構好きでしたし、なんかね、主題歌ではなかったんですよね。タイアップとかは特になかったんですけど、なんかね、どっかのニュース番組、朝のニュース番組かなんかで、ちょっと一部だけ、なんか、放送されたっていうか、なんか、ご視聴できたみたいな、視聴ができたみたいなのがあったんですよね。で、エンド・オブ・ザ・デイ聴いた時は、おー、いいなと思って。うん。いや、結構好きですね。うん。マシュマロ・デイも好きですよ。うん。マシュマロでも好き。うん。結構そのライブで盛り上がるんですよ。で、なんか、その、歌詞の感じとリズムの感じが僕は好きなんですよ。結構なんか、おわきちマシュマロで嫌いそうっていうコメント結構ちらほら見かけるんですけど、マシュマロで好きなんですよ、僕。うん、申し訳ないですけど。うん。ちょご期待に添えなくて申し訳ないんですけど、マシュマロでいいじゃないですか。うん。チューインガムの味のように消えてなくなったりしないでよっていう、なんかそのあのフレーズとか、睡眠不足が続きでも君が呼ぶなら飛んでくみたいな、なんかそこら辺のリズムと歌詞の感じのバランスめちゃめちゃいい気がして、すごいなんか勉強になるんですよね。あ、うまいなと。なんか桜井節と言いますか、なんか結構桜井さんのうまいあの歌詞の当て方が、あ、やっぱすげえなって思いますね。マシュマロで好きだな。うん。ハッピーソングも好きですね。目覚ましテレビかなんかの主題歌だったんですね、この年の2012年のそう、目覚ましテレビのテーマソングだったと思うんですけど、うん、よく聞きましたね。ハッピーソングも好きだな。うん。祈り涙の希望も、僕、あ、希望じゃない、軌道か。祈り涙の軌道も僕好きなんですよね。うん。結構、うん。だから、ブラッドオレンジの曲は、嫌いな曲あんまないんですよ。そう、好きな曲の方が多いぐらい。という感じで、祈り涙の軌道も、うん、好きですね。うん。まあ、主題歌だったから、うん。そんな感じで、いや、結構思い出深いし、うん、好きですね。で、上等区、こっからかな、こっから以降はちょっと微妙。まあ、なんか結構、甘いラブソング、うん、甘いラブソングなんで、ちょっとなんか、ね、僕はね、拒絶反応をね、アレルギー症状を起こしちゃったんですけど、上等区も、まあ別に嫌いじゃないし、そう、結構ね、うん、結構印象に残ると言いますか、結構一回聞いて覚えちゃうっていう、なんかその、癖になる感は、否めないというか、なんかそこら辺はやっぱすげえなって思っちゃうんで、あんまりその、ラブソング感は好きじゃないんですけど、やっぱすごいなって思った曲ですね。上等区。イミテーションの木とか、インマイタウンとか、もうこれはまあアルバム曲、唯一のアルバム曲ですけど、ちょっとね、ここら辺が微妙なんですよね。そう。アルバムってやっぱりそのアルバム曲を聴くのが楽しみの一つじゃないですか。で、なんかその、結構ミスチルってその、あ、アルバム曲の方がいいや、みたいなアルバムあるじゃないですか。なんだけど、なんかその、この、なんかブラッドオレンジに関してはそのアルバム曲が弱すぎたんですよね。タイアップ曲が多い割にそのなんかアルバム曲のなんかパンチが足りないというか、だから僕評価が低いと思うんですよ、僕の中での。うん、この3曲よりはやっぱそのこの上の曲の方が僕はパンチが効いてて、ああいい曲だなって思うんで、この3曲がもうちょっと強かったらもうちょっと印象が変わってたと思うんですよ。うん。なんですけど、この3曲はちょっとコーツもつけれないぐらい、あんまり好みじゃないというか、微妙な感じ。うん、いい曲だとは思うんですけど、いやー、この3曲はちょっと微妙。数え歌、聞かないですね、あんまり。うん。という感じです、はい。という感じです。いやー、この順位ですね、はい。いやー、まあ、語ることっちゃ、言ってもなんかないんですけど、はい。あんま思い出深いんですけど、なんか曲に関する思い出があんまりない気がしますね。改めて聞いて。という感じで、いや、いかがでしたでしょうか。はい、今回はこのアン・イミテーション・ブラッド・オレンジの、まあ、改めて聞く深掘りレビューやってみましたけども、いや、あと2回で終了ですね。うん、リフレクションと重力と呼吸に関しては結構まあ思い出があったり、まあ、好きな曲たくさん入ったりとか結構、うん、するんで、まあ次回のね、
ランキング、そのレビューもよろしくお願いします。まあ次回のリフレクションに関しては23曲ありますからね、まあ、結構その時間長くなりそうだし、思い出もあるんで、はい、という感じで、また、このシリーズ、まあ見てる人いないと思うんですけど、いやまあ最後までご覧くださいという感じで、まあ今日の動画もし見てくださってる方がいて、まあ面白いなと思ってくださった方はぜひねチャンネル登録と高評価お願いします。で Twitter、Instagram もやってますんでぜひねフォローお願いします。で僕自身もミュージシャンやってますんで、はい、僕の曲聴いてください。はい、という感じでもう終わります。はい、喉が限界です。はい。反射的なキャンバスなんかじゃ人生までは描きゃしない、言わずもがな一辺倒なサンライズ、はい、そうですか、そう答えてりゃ一時は丸く収まるけど、交換的な解決なんかしない、サボタージュ、授業は受けぬが部活には顔を出す、サボタージュ、昼夜逆転朝寝て夜起きる、サボタージュ、教師の呼び出し寛容で知らぬ、サボタージュ、自由っていい感じ。